さあ決勝進出をかけての最後の勝ちトーナメントの試合となります。 A 番台 1P 側が FAB ポシャムキン、そしてスケスレイヤーチーム先方は FAB ポシャムキン、対しまして 2P 側直木バイケン、テレサジャムチームは先方テレサ。さあ先方戦ということで、お互いに先方が決まった瞬間、テレサはやりたくないよと嘆いておりましたが、ガンガン攻める。さあ位置を入れ替える。さあダッシュピー、しかし補充仕込みの投げから激凛拾い直して亀足爆戦。さあ捉えて、あーっとその読み合いはあったタスクポチョバスに対してマイハイスラー投げ無敵を出していた。この二人の読み合いはなんかよくわからん。さあ昇竜拳と学生ジャンハイが刺さる。ジャンハイがジャンスか、今度は SS。 さあ画面足マイビー S ハイから金 S ヒーター繋がらないが、立ち合い FB 百歩マイビー、もう一度金 S ヒート。さあどんな読み合いをするんだお前らは。こうなる、ホントかよあーバレバレだったか。前は立ち合い、今度は前 P を出していきましたが、爆臭からの足払い、画面端ダウンを奪って分かんない、どうした、助けヒットバスターたまらず龍神龍神 S はい勝利じゃねえや、なんだあいつ騒音おじさんみたいになっとる、そうそうそうやばいな、はっちゃけた後に言うんじゃねえよ最強ショースケスレイヤー対するは直木馬券、まあ後ろにいるからはっちゃけていいよとね、テレサのありがたいアドバイスがありましたか。さあ田波 SPK前ハイヒット前に出て前ビー前ハイタイマンか、ほんとか、エンペラータイム始まってねえよまだもう害してるやばいな、すごく美味しい、おー本当に美味しい、コパン返してイエス、ジャケ、ケ、ニケ、ケ、ケ、ディ、ホイ、おすごい当たり方、ジャイス、舞い込んだ、ジャンハイからの前、ケ、陽山戦敗れたり、後ろからバック、どうすんだろう、あーエフィディスからのあファイル切られた、切り捨てごめんからの畳返しのダウンしとなりませんが、ここどうで S からのジャンハイ陽山戦ダメでした。さあ決定戦この流れしてないやつずっと経験してきましたからね。お初ヘブンオーヘルドゥオーネックロック。さあプレッシャーを感じるのはどちらか、先にコンボ、そして1ラウンド先取して気持ち的にも楽になっていきたいところですが、まず攻めていくのはテレサ、ポチを取ってまずね自分の自信を持ったセットプレーに移行すればね、もう緊張とか関係ないですからね。パイルバンカー なんだお前、エクスカイバーから5番貯めてタスピの補充投げ、補充仕込み投げ、龍神ナイハイ
追加から助け前へ、はい、追加置き攻めはジャンエス、しかし投げは抜けている。どうなの、あバースターが、バースター使わないか、こっち戻ってきた、元気リン一段。それね、食らった後に気づくんだよね、激凛だったって。さあ、確かにガラクーだ、チャンハイ。さあ、バソン残って、キャンプで吹っ飛ばす。千里か、うわ、激凛体力マックス、殺しきることができるか、静かになるテレさん。中段から、やはり投げチャンス、チャンハイ勝ったな、テレさん。お前どうしたんだ、はい、それでは敗者復活トーナメントの、1回戦いきます。準決勝1回戦ですね、準決勝 1試合目か、キーシャファースト、中野区のオリーブオースカイテスタメント、ノブソル、ホヒコアンジチーム、A番の入れ試合です。次役を取るまでそれまでお待ちください。ちょっと A 番台少しだけお待ちください。あ、終わりです。あ、ちょっと待ってくださいね、 A 番台ね。はい、 OK です。多分はい、では参りましょう。敗者復活トーナメント準決勝第1試合、 A 番台ですね、 1P 側がホヒコアンチ、ノブソロチーム、 2P 側がキーシャーファースト、中野子のリンボーを使いてスタメン倒す、倒す。さあ持っていきまして、よち落とします、上げて落とす、ハンマーから助けがつながる、足が長い、ゴーイング、マイウェイ、画面足で物投げて、ハイジャンドルキャン、エンスタチアイスの、かっこよく見て、あー、かっこよく決まってない。さあ、そうで、前に出る、が、助けがしゃがみに当たらない、まあ、ほとんどのキャラのね、当たりませんが、下にますが、来るだけ失敗、逆にそれを投げていくのは、キーシャーファースト、一本の選手、頑張れ、かっこいいな。アウェンジ最近ガンマでよく打ちますね。はい、じゃあ、敗者じゃねえや、最下位決定戦最後の試合は、石丸チップハメジャスティチーム対テスタメントダブルで B 番内でお願いします。そちらのチーム勝っても負けてもラストとなります、よろしくお願いします。天雷さんとミスター立花さんとチームとハメンチュー、IP 大工しっかり見ていました。守護神なかなかうまいね。ね。ああ、なるほどね。やっぱね、ヤクルトファンのだけありますね、今の強さは。さあ、対象戦になります。 1P がノブソル、 2P 側はリーボースカイ、中野区のリーボースカイですね。さあ、クラッから裏回ったジャンプ痛いですね。エンエスからアミ、前ハイスラー、後ろ前からエンエスに対して空中ダッシュ、上を通していく。さあ、リボルバー 2K 足払いから 2S、 こちらも速い、読み合いがね、めちゃめちゃ速いです。さあ、ハイスラー、さあ追いかける追いかける、ガードを固めてガンフレフェイント、
イエスタイク、ミスでいく。タッチ系タイクから、ジャン・ディ・リボルバー、タッチ系、K、E、S、昇竜拳叩き押し、ダウンを一はせずに置き攻め。取っていた、後ろから痛い、ゲージを吐いて、さらに毒。さあ、デッタングル。オレンド取っていく。ピー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 から空中ガード不能、ゲージがありませんでした、確定。さあ前に出る、エンエスを止めてジャンハイスラー。さあガードしてホールドを張ってしまっていたのであまりられない。さあダウンを奪います。ガンフルフェイントから5番返して、グース投げ、これでアイテムをゲット。さあキャンセルできない、距離を離すしかない。前行くぜ、エフビーファントム飛ばす。さあここでファントム長時間粘りましたが最後の最後についてしまう、ちょっと面倒くさい展開になってしまいました。それがしかし体力はまあ、ね、少しはリードしているのでゆっくり行きたいところなんですけども、ここは網プラスあカラス、そして後ろエグゼをガードしてしまった場合にデッドアングルを使うと後ろ方向に向いてね、攻撃してしまうということで、先ほどそうなってしまいました、空振ってしまいました、ちょっとまずい、体力はきつい、そして無理をしないテスタメント。おーっと、マネエクスが喜んでと組んでいきますね。喜んでってなんやねん。さあ、前はい、空振りに刺していった、うまい。前 K から網、バーストガードからの2段網、そして木を植えていますが、K、B、S、網が残っている状態、上をまず消す。さあ残っていましたが誘い込むこと失敗、助けが刺さってしまいました。ディエスリボルバーから画面中央ジャンハイ、前ビー出してデッドアングル、後ろコパン 2K、 キンエス前からキンエス、デッドアングル返してさあ 2K。 さあ上段で中下とね揺さぶっていきたいテスタメントなんですけども、まだ触れません。さあ裏に出てしまった、そしてバーストガード、火が残る、ガッコもミス。さあ分からない、足払いカウンター、さあ残っている、エンユスゲージは 50%、 まずは 25% 使用して FB ファントを飛ばしていきます。さあガードさせて攻め込んでいきたいが、まず何かガードした瞬間にね攻めていきたいところですが、投げが通る。さあいい判断、1段からキンエス、マサオバベと一気に戦況がつらい、毒食らってしまったらもう放置しておけばいいだけですかね、毒のダメージを待ってダウン落ちても OK ということで。さあここはキットストップが少し伸びるが、ランズガード間に合うが、ゲージはスラッシュバック失敗、体力ドトークランドワイパー勝ったらどうする。サンハイスラを潜っていく。さあ決定戦となりました、キーシャファースト対ノボソル。さあいきましょう、決定戦勝てば、復活というわけじゃありません、あと1試合残しております。さあ、どうしたいすか、燃えた、KSD、リボルバーから、大きい攻めは、2K 対空、返していく、ジャンパイスラーまで。ジャンディ、これは、美味しい、非常に美味しいが、空中出し、前 P、D で返して、爆弾は、これは硬直、さすがにガードは間に合ってきた、P、K から P、めくりになって、着地下段。さあ、2K 対空から、カウンター確認、しっかり。コンボ、対空確認ですね。さあ、タチピー返す、無理をしない、2敗すら物を投げて、毒が地上にあるので、ソルは飛びたい。そして体力回復はさせません。
さあダッシュ落とす。ダッシュですか。クーダーチャンハイに対して前 P 落として K ハイスラー、前 P 対空 KPKS ハイスラー、そして中央ダッシュ投げを誘うかのような動き。さあうまい2ハイスラーに対してブリンガー。さあ僕がついてしまう。ガードするだけで相手の体力が崩れていく。無理をしないところ画面足投げて引き剥がし、大きい攻めは金エース、コパン距離を離して物投げて、バースの当たらない距離、昇龍カウンターヒットですが、白色失敗。さあ、ここはうまい、取れた、ガンフレ、ガンフレから当たって、燃える、木攻めは距離取って足払い、ガンフレ、2系対空、さあ、冷たい対空、勝ったのはキリシャファーストということで、敗者復活トーナメントの復活戦決定戦へ進出となります。おめでとうございます。では、ここから先はもう A 番台しか使いません。まだ試合がね、こっちやってなかったんです。